おはようございます。今日はこちら、藤原岳にね、登ってきてみようと思います。登山口はあちらのようですね。お天気は良さそうですね。なんか午後からね、少し崩れてきそうなので、午前中のね、間に登って、綺麗な眺望を見てきてみたいと思います。藤原岳は、今ここにいるのかな？こんな感じで行ってこようと思います。こちらと登山届を提出して、よいしょ。だいぶ日がね、長くなってきたみたいで、明るくなってきてくれてよかったです。数日前の大雪でね、かなり雪が残ってるかなと思ってました。一応アイゼンは用意してきましたけど、和漢までは必要ないかなと思って車に置いてきました。登山道入るとまだ暗いですね。よし、気をつけて行ってきます。感じのね、樹林帯の中をね、歩いてきましたけど、なだらかなね、上り坂になってますのでね、いきなりきつくなってくるっていうことではないんですけど、ちょっと持久力が必要かなと思います。この人の歩くところはね、もう雪が溶けてね、ドロドロになっちゃってますね。ああ、向こうの方太陽出てきてるわ。2023年初登山です。わ、日が出てきた。あ、すごい。初日の出見てるような感じかな。あっち。太陽って昇るときとか沈むときってすごく大きいんだよね。一日の始まりって感じ。だんだん傾斜がね、厳しくなってきましたね。階段になってきましたよ。まだまだね、上に上がるので、この先雪がどれぐらいになってるかね、想像つきませんけど、結構踏み跡があるっていうことは、毎日のように登山者の方ね、見えてるんですかね。まあ、ちょっと階段続きますね。よし、慌てないでマイペースにぼちぼち登っていきます。よいしょ。
今ね、アイゼンをね、つけました。やっぱりね、凍ってるのでね、滑ると危ないのでね、ちょっと早めかもしれませんが、安全のためにアイゼンをつけました。なんか2合目に着きましたけど、2合目までなんかすごい遠かったような気がするな。なんかでも静かですね。さっきまでね、着てたね、ダウンも脱ぎまして。でも汗をね、かくほどは暑くないので、まあ、体温的にはちょうどいい感じなのかな。マイナス2度ですね。やっぱり風がないからかな。すごくなんか気持ちいい感じですね。いやでもこれ風出てきたらきっと寒いんだろうな。きれい。なんかやっぱり雲が出てきたね。さっきまであんなにきれいに太陽見えてたんですね。雪が深くなってきましたね。久しぶりの雪。開けたと思ったら、ここ4合目でしたね。3合目はとっくに通り越してたんだね。4合目通過します。だいぶこう土がね、見えなくなってきましたね。茶色いところも少なくなってきました。あ、かわいい。誰か作ったんだね、これ。かわいいね。アヒルさんかな。雪だるまかと思ったら違ったね。アヒルさんみたいだね。5合目通過です。あ、向こう海が光ってるよ。2022年年末からね、2023年新年にかけては人生の変わり目でしたね。まあびっくりするぐらいものすごい速さで人生が変わりましたね。まあ悲しみとかね、寂しさとかなんかそういうのはないんですけどね、なんかびっくりでした。まあどう変わったかっていうのはね、まあご想像にお任せしますけれども、まあそれによってね、余談なんですけど、占いのね、YouTube 動画をね、見る機会が多くなりまして、星座占いとか、なんか五黄土星とか、なんか、いろいろそんなのあるじゃないですか。なんかそんなのとか、いろんな占いの動画を見ることになりましたね。かなりの確率で当たってました。それにもびっくりしちゃったんですけどね。まあ今年は運勢が良さそうなので、まあ楽しみにしてますけどね。ああ、6合目に到着です。結構疲れてきました。ずっと登りだもんね。なんか無言で無心に登ってくって感じ。さっき
少しね休憩はしたんだけど、今日はね椅子も忘れてきちゃったのでね、雪とかあったりするとね座る場所がねないんですよね。あ、7合目だ。7合目です。これだけずっと登りが続くということは、こりゃ修行だな。今日はあ、これ今日ビッケル持ってこなかったけど、あ、持ってきた方が良かったかな。8号目に到着しました。今はここ、こっちへ行くんだね。いやー、ここもまたなかなか急登になりそうですね。気持ちいいね、こういうとこはね、ふわふわしてる。あ、なかなか急登ですね、これ。あ、今までも修行だったけど、これからももっと修行だな、こりゃ。これ見て、なかなかに急じゃないでしょ。まだまだある。うわー、すごい綺麗。伊勢湾かな、ね、見える。すごいね、模型みたいだね。よいしょ、このピンクのリボンを見失わないように。よいしょ。もうここまで来るとあんま踏み跡がないもんね。なんかみんな滑って降りてるのかな、ここね。よいしょ、よいしょ。うわー、一気にまた開けたよ。だいぶ視界が変わってきたな。9合目だ。9合目だ。通過します。遠いな。さっき10号目超えてきたもんで、もう済んだと思うんだけどな。遠い。ちょっと曇ってるけどね、なんか雪がね眩しいからね、サングラスしました。でもこれ山荘まで行って、山荘からまであるもんね、頂上までね。もう少し、空もかなり雲が黒くなってきてるから、よいしょ。あ、ちょっと、まあ歩いてれば着くでしょう。標高 1,003m だ。もうちょっとだね。まあなんだかガスが降りてきちゃった感じかな。景色どころじゃなくなっちゃったよ。まだ気管しな。はあ、だいぶ、はあ、辺りが真っ白くなってきてる。はあ、風が出なくていいな。もう風で雪が舞ってる。目が痛い。ああ、風出てきた。これハードシルキメーカーな。ああ、真っ白だよ。
ら痛い。酸素見えてきた。うわ、風が。酸素でハードシェルクチョコかな。あ、酸素到着。標高線緊急藤原酸素展望台。今小屋の、ね、裏に来てみたんですけど、すごいね、これ真っ白。もうこれだけ雪積もってるんだね。もうホワイトアウトになっちゃってる。真っ白白。これはちょっと山頂は難しいですね。もうすごいな。結局はね、頂上諦めて山荘で折り返しで帰ってきましたけど、この雪ですよ。行かなくて正解だった。結局ね、登頂諦めて下山してきました。まあ山頂はあんな感じなんですけど、こういう天気の日はね、無理しない方がいいです。こちらの温泉でね、お風呂入っていきます。